14日放送の日経番組 With Music を7時56分8時54分の見どころが公開された。稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人での番組初パフォーマンスが実現する。稲垣のソロ楽曲シーズンズと草なぎと香取からなるユニット新露の新曲眩しい未来の SP メドレーを披露。パラ応援チャリティーソングに起用された雨上がりのステップを同曲系で初めて歌唱する。トークパートでは稲垣、草薙、香取が出演してきた同曲の様々な番組の蔵出し映像を一挙解禁する。3人は映像を見ながら様々なエピソードを明かしてゆく。まずは1988年の萩欽一の番組キンキラリン530に出演していた当時13歳の草薙の学ラン姿が。1996年、稲垣がレギュラー出演していた情報番組ウィンの映像では、当時23歳の稲垣について、おませさんですね、草薙、出来上がってますよね、香取とその大人びた雰囲気に反応する二人。スタジオでは稲垣がすごい緊張してたからそれを隠すためにと当時の心境を明かす。ザヨルも引っ張れで H ジャングル With T の楽曲ワオオートナイト時には起こせよムーブメントを歌う草薙と香取の様子も。当時の二人はトークで今後の目標を聞かれどんな答えを出していたのか。1997年放送開始、香取が約12年にわたりレギュラーを務めたのが香取慎吾の転生慎吾、後に香取慎吾の特上転生慎吾では草薙と香取の貴重な2ショットトークが放送されたことも。ドライブをしながら10年後のそれぞれの姿について語っている様子を紹介する。稲垣は草薙が言ったある一言がすごい今でも嬉しくてという初出しエピソードも披露。二人でよくセンターとか言ってたねという稲垣の言葉から新露の中がどのように育まれていったのか。二人年下だったんで草薙、二人が常に一緒にいたみたいな。香取と草薙と香取がその背景を振り返っていく。香取はグループ解散後に3人でこれからどうしようかと話した機会ですごい盛り上がっちゃってというそれぞれのプライベートを山のようにその瞬間に知っていった様子も明かす。同番組初パフォーマンスのスーパーフライは同曲系土曜ドラママルヒの満ち さんの主題歌シャレードを初歌唱。スーパーエイトは最新曲ハリケーンベイベナンバーアイは最新曲インスマアイブはラブダイブと最新曲クラッシュの SP メドレーマゼルは最新曲シーサイドストーリーを披露しスーパーエイトとウエストが一夜限りのコラボパフォーマンスを送る。デビュー20周年のスーパーエイトと後輩のデビュー10周年を迎えたウエストはスーパーエイトの人気曲無責任ヒーローとウエストのデビュー曲 A じゃないかを周年特別コラボとして2組がタッグを組みパフォーマンスする。14日放送 With Music 出演者アイブ稲垣吾郎草薙剛香取慎吾ウエストスーパーエットスーパーフライナンバーイマゼル50音順 MC 有働由美子アーティストナビゲーター松下光平